横浜 F マリノス対 FC 東京ウゴチャンネル実況スレまとめ。1分ヤンマテウスのクロスにロペスがヘッドで合わせて先制。来たって、いきなり来たって、来たあらら、来た、同じって、人って、人って、の、相変わらずキックを復習してるねヤンヤンからアンロペ来たあらららら、来た、押し、押し、早、早えよ W、来た、同じって、の、早すぎ、おりやあらららららら、やっぱりヤンマテ、いきなりアンロペ来たって、ロペスノリノリ、電光石火すぎる W、いきなりロッペ W、www こけた相手の選手が悪い W ヤンヤンロペスのホットラインヤンマテの切り返し深い W 発展取るぞヤンマテウスいきなりアシストかよ W 先行のヤンロペヤンチートすぎるだろ W 得点関与率やばすぎヤンマテすげえなヤンマテフリーにしすぎだな魔術師ヤンマテと言い合わせるアンロペといいやばすぎだろ W水巻きすぎか滑ったぞミディアン良いわーマジ覚醒したヤンの得点関与率が恐ろしいレベルクロスもヘディングもすごくねヤンマテだけは敵に回したくない東京スレの反応早い早いいきなりかよ W 早えよ今日も5失点かな秒殺だからはええよ終わった今日のスコアは 8-0 かわろたあまりに早すぎて草も生えない90点ペース W 守備崩壊してんなシーズン何点取られんだ今季逆転勝ちありませんよくて引き分けだぞ審判の心配なんていらなかったね草健太の時みたいにどうせなら徹底的にやってくれ08でも解任はないと思うぞ4分ロングボールのこぼれをヤンマテウスが拾って打つもキーパーに止められてしまうヤン惜しい W 惜しい縮小こねえ今の縦ポンは効きそうだなヤンマテ惜しいいい躍動してるヤンなら決めると思ったがスロビクすげえなバーユーロング1本もいいねこねええぐ効果だなヤンマテやべえな東京スレの反応危ねえよ簡単に裏取られんなよ長友何してるのあわやまた失点またクバのセービング集が作れる試合になりそうだなバカみたいな試合だないつもまた崩されかける普通に数的不利になる崩され方を何度もしてる25分畑中が完璧なスライディングでテルを止める畑中神だな畑中ナイス新ナイスナイス新サス新すげえぞ畑中新之助畑中さすが畑中神畑中すげえわ畑中すごいわ今の畑中すげえサス畑畑中凄まじいなさすが新さん超絶ナイス新ちゃん畑中素晴らしいやっぱり中川はやいな東京スレの反応テルはやい畑中うぜえ中川は気負ってるのかな32分一森が相手に寄せられている中強右心臓で縦に投資3人を置き去りにする一森いいぞ一森いいね一森すげえ一致ナイス一森ナイスからの松剣のクソプレイ一致が変態した一森やるな一森すげえな W 一森どうした東京スレの反応いいのあらゆうキーパー欲しいのは34分テルのアシストで決められてしまうテルあらテルか見事中川のところでやられすぎあらだからテルをフリーにしすぎなんだよまあ散々やられてたからなテルオフサイワンちゃんテルはやっとニアに入ってくれるフォワードに出会えたのかオフコイテルに引きつけよ毎回ドフリーじゃねえかテルから離れるなつってるだろう神様助けてゴールか認めたか畑中の肩 W 絶妙なラインだな東京スレの反応あれオフサイかもテルオフサイドはやはりテルがこの試合のキーマンかテル頼みだぜ歓喜オフだとしてもディエゴは素晴らしかったしテルのクロスもすごかったし意識も良いプレーだった天くれよハンデだハンデこのジャジは妥当だったのか今回も議論していきたいと思います久々にマリから得点東京待望のクロスが上手い選手てる畑中が残ってたかゾーリやマリノスは緑出身者多いよな44分また決められてしまうあちゃあ何やってんだよなんそれなんでこうなるのよ簡単に入られたのは簡単にクロス上げさせすぎだろ一森止められないかもっと寄せろよエフナでディエゴ話したん東京スレの反応ディエゴラッソディエゴ覚醒ストライカーみたいじゃないですか久しぶりにディエゴを神と呼ぶ試合になるのか俺の知ってる FC 東京じゃないそういえば横浜は今開口祭だって57分木田さんの持ち出しを後ろから手で止めたテルにイエローカードテル W 木田さんと中川 W テルを抜く木田さん昔の癖だ懐かしいいじり木田をいじりたくなってイエロー木田さんにはとっさに手が出ちゃったか今日の木田さん木田さんを手で止めないといけないのは屈辱だろう W 東京スレの反応あこれはガードやむなし捕まえててくさ厳しいのは60分ビルドアップからヤンマテウスがチャンスメイクエウベルはうまく合わせられず最後は木田さんこねすげえいい形いわらら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 らエウベル決めなさい T ボーさんこね木田さんミドルうまくなった
木田さんの優しいミドルシュート、声出たわー決めてくれー。木田さんシュート弱すぎる。中町が木田のシュートについて語っていたな W。東京スレの反応、声、助かった W。あぶねー あぶねー相手の助っ人クオリティ高すぎ。長友大丈夫か、なんか後半よくねーな決壊しそう。やべー、水沼や宮市が出てくる前に追加点取らないと。しかしずっとマリの応援しか聞こえんのはなぜ。62分エドゥアルドのクロスにロペスが合わせて決める。来た、来たたたたた。来たこれ。来た、同じ、人、人、の、来た、来た、決まったか？オフ大丈夫かな？ロペス梅、オフはどうだ？来た、同じ、の、オフはないか？喜んでいいのか？アンロペ来た、星、星、エグナイス、オンやな、これは残って、そう、お願い頼む。改めて、来た、手を挙げた17が残ってる。エグからクロス入るとは思わなかったわ、W。この時間帯来てるね。東京スレの反応、あらら、あちゃ、おわた、あおら、ファキュースユラクシアイユー、知ってた、もうダメポ、良いクロス、原徳元残ってるか、やはりって、感じだな盛り返せるのか？これ、何オフサイドアピールしてるんだよ、またセルフジャジやってる、逆転負けの匂いしかしないが、さてどうするか、まあ引き分けが妥当な試合ではある、引き分けられるか知らんけど、中川てる人の決勝ゴールで、今日のヒーローになってくれ、マリノスはこっから畳み込んでくるぞ、ベンチも強力だし、69分マルコスが顔に肘打ちを受けて相手にレッドカード、マルコスへの肘打ちは、おきゅんならレッドだな、これはさすがに介入しろよ、肘はダメって長門の時に習いました、オンフィールドレビュー来た、この前のケニーと同じくらいだろ、長門はこれより軽くて退場したもんな、マジかよ WWW 赤でした、うおー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 、松木間高よ WWW キムチ来た、相手の監督暴れててくさ、マルコス大丈夫か、まあでも何回か見ると結構腕振ってるな、これは逆の立場なら厳しいと感じるけどな、ごめんなさいマルコスの演技だと思ってました、まあちょうど良いとここにマルコスの顔があったんだが、若干かわいそうだけどクリーンヒットだし VAR だとこうなるよな、長門と同じで、マルコスガン切れてるな、とりあえず逆転しろ、東京スレの反応、クリリンのことか、松木見事な肘打ち W、肘大丈夫か、アルゼンチン仕込み、マルコス無理するな20分休め、これはレッド取られてもしょうがない、まあ休め休め、赤か、なんで松木出したのか、意図はないけど仕方ないかな、福西じゃねえんだから恋じゃねえよ、あれは恋じゃなくてもダメだわな、片道30時間のアルゼンチン旅行のいい休暇になったと思えば、平山がよく取られてたやつか、せっかく帰ってきたのにまた使えない、ハラーなんで変えたのかな、ハランやマジハラン、身長差あるから肘が入りやすいんだけどそれも考慮してサッカーしないとな、75分エウベルがコントロールショットで決めるもゴール前に残っていたロペスがオフサイド、来た、エウベル、オフでした、オフでも来た、アンロペ、あらもったいね9、そんぬわ、ま、オフやな、これは関与取られるよぬわ、オフでも決めた、歓喜、まあいいどんどん攻めろ、これはしゃあないな W、この調子でいけ、オフでも決めた、けど次はオフしないで決めろ、関与だなロペス全力で戻っていれば、しゃあないさっさと動き直せ、とりあえず勝ち切れるなら本物、アンロペが透明になる術を使えてれば、エウベルならもう一回やってくれる、避けてる時点でコースにいるしそうなるとゴールキーパーの守備に影響してるとみなされて、オフだよ、東京スレの反応、これはオフ、あぶねえ、声ええ、助かった、はいはいもう結界ねえ、バタバタやん、時間の問題よぬわ、命拾いしたなあれは、多分取れなかった、81分松健のスルーパスからマルコスが打つも止められてしまう、こぼれを宮市が打つも枠を外れてしまう、わーわー、ううコネ、宮地コー、マルコスコネーリオコネー、力入っちゃった、宮市いい、ぬわー、おいー、松健のスルーはさすが、宮市のシュート浮きがち、松健のお箱出た、松健らしいスルーパス、まあ宮市は、そう言うと、終わる W、松原必殺スルーパス久しぶりに見た気がする、東京スレの反応、あぶねえよ、何やってるだろアゴ、アップねえ人、小なりウィンにスマイリー、アルベルがどうしたいのか見えない、もうみんなヘロヘロじゃん、ラインがガタガタっていうかもはやラインではない、89分宮市のクロスがバーに流れコータがエリア内でフリーになり、パスを受け取ったマルコスが落ち着いて決める、来た、来た、来た、同じ、人、人、の、マルコース、うおおおお、来た、来た、来た、マルコス、シャー、マルコース、マルコス来た、来た、さすが水沼、来た、来た、俺のマルコス来た、見事じゃ、決めた、再逆転最高すぎー、マルコス俺は嬉しいよ、何もないよな、
カメはメは、どんだけフリーになるんねん www、こうが仕事した。水沼も仕事人だぬあ。水沼戻りオフないよな。マルコスについてて、こけたやつ www。東はどうしてああなった冷静やったなマルコス。東はどうしたんだ w。相手のディフェンダー、もしかして狙撃されてね。やっぱクリリンがキングなんだよな w。マルコス来しそうで嬉しい。よし勝ったな。プロにでも入るか。東京スレの反応。まあそうなるよな。ああ、はい終わり。ボタは、ああまた負けるのか。知ってた。辛いです。水沼アシスト。残留争いに突入です。結局東と心中だったか。東何してん？東どうした？東 www。うざま。東も途中から出てきて、その守備は何なん w。東が自分で吹っ飛んでた w。東の気持ちは感じるけどなんで倒れた？チンプレー多いよな。スケット外人の質の違いもでかいな。92分マルコスのパスから宮市が長友に競り勝ちマイナスのパス、ジョエルが打つも止められてしまう。来ねえ、来ねえ、島来ねえ、ピオナイスジョエルいいよ、いいシュート、ジョエル、惜しい、ジョエル方ならず、ジョエル真正面。93分上島が上島、ナイス上島、上島ナイス、上島ナイスうー、上島すげえ、上島の刈り取る能力強いわ、上島ナイスうー、上島ナイスガッツポーズ、上島だった、上島好き、上島、上島ええぞマジで、上島、強い、上島いいねえ、上島ジョエル素晴らしい、上島いいね、アダイウトンに勝てるの最高だよ上島、タイ人つええのは、上島最高じゃねえか、畑中も神だけど、上島も上島だった。上島来てくれてよかったのは、上島がもう一人欲しい。時代は上島だったのか。上島様だな。上島慎之介。柏から取るなら上島より大南の方がいいって言ってたやつ反省しろよ。大南の方が欲しかったなんて思ってごめんなさい。東京スレの反応。上島が柏にいた時はあれで仇口抜いたんだけどのは、試合終了3対2で勝利。よっしゃあらららら。来たあらら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 らこの逆転はでかい。勝った。マルコスが身の毛生えているな。あ、まさか勝てた。勝った。勝ったどう。しゃあ、よっしゃあ、勝った。ナイスゲーム2つの赤いカンカンフ。勝てばよかろうの精神。よく勝ってくれた。疲れたわ。なんやこれ。まさかの逆転勝利きた。勝った。あらあら最高の逆転勝ちや。マルコス吠えてるジスタメンでいいぞ。内容は置いといて、気合の入った最高の勝利。マルコスの勝利への執念が、勝ち点3をもたらしてくれたな。マルコスに感謝。カスに勝ったことより、佐藤久人に勝ったことが、100倍くらい気持ち良いわ W。上島が、かなり好印象。上島は、対人強いのいいな。中川は、マスカットの元へ。マスカット、テル、戻ってこい。テルも良かったし、良い試合だった勝ったから言えるんだが、木田さんユニ交換を申し出たなこれ。ユニフォームをねだる木田さん。いいユニ交換の場面だわ。木田さんとユニ交換か。エモいな。やっぱりテルは良い選手だった。木田さんと中川愛し合ってるな W。テル戻ってきいよ。ユニ交換か。こんな光景見ることになるとはねえ。木田くんと中川のユニ交換熱いな。テルは相手にしても良い選手だったな。セイントマルコスの帰還。神様のお告げトラップ。神様と交信したマルコス。サンキュー神様。マジでマルコスのゴールが半端なくでかいぞ。マルコスおしゃれなコメント。神様ありがとう。神ナイス。とんでもねえあたしゃ神様だよ。マルコス。神はないけどな www。試合にも勝てたし、テルも元気だったし、久里様がだし、最高の週末になったな。テルはやっぱりいい選手だな。マリノス戦以外で活躍を願ってるぞ。マルコスロンケだな。神様ありがとう。マルコスかっけー。ほんとレジェンド。神はないけど、神がいた。もう折り返しの17節。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。